レオポルト・ホフマンは、オーストリア、古典派音楽の作曲家、バイオリン奏者、ウィーンのシュテファン大聖堂学長。幻想文学の E.T.A. ホフマンは作曲も訳したので混同されるが、別人である。1738年、レオポルトは高学歴を持った宮廷官吏の息子として、ウィーンに生まれる。7歳でエリーザベト・クリスティーネ皇太后の礼拝堂、合唱団員となった。その後、ゲオルク・クリストフ・バーゲンザイルとバイオリン奏者のジュセッペ・トラーニの生徒となり、バイオリンハープシコード、作曲を学んだ。1758年、聖ミヒャエル教会の音楽家ムーシクスの地位を得た。1764年には、聖ピーター教会の合唱指揮者となり、1766年には学長になったことが知られている。また1769年には、オーストリア皇室の音楽教師となり、王室の子供にバイオリンや鍵盤楽器を教えた。1772年、シュテファン大聖堂の学長となる。1791年、ホフマンの要請で、モーツァルトが法級の内服学長に任命された。当時ホフマンは病床にあり、モーツァルトはホフマンが逝去すれば、学長に就任できると期待した。しかしホフマンは、病気から回復し、1793年に死ぬまで、シュテファン大聖堂の学長を務めた。モーツァルトは1791年に他界。学長に就任することができず、ホフマンの死後、アルブレヒツベルガーが学長に就任した。ホフマンは、同時代の作曲家たちに優れた、作曲家として認められていて、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンやクルックと同等に評価されていた。ウィーン市や皇室から授与された数々の賞がこれを証拠立てているし、ディッタースドルフなどは、ホフマンのことを特筆すべき、作曲家と呼んでいる。ホフマンの死後ずっと後になって、19世紀のオットー・ニコライは、彼のことを、ウィーンバイオリン学派の創始者と呼んだ。ただ、ハイドンだけは彼を評価せず、1781年のアルタリア出版社に向けた書簡では、ホフマンのことをホラブキと書いている。著名な作品としては、誤ってヨーゼフ・ハイドンのものとされていた2長調のフルート協奏曲が挙げられる。これ以外の12曲のフルート協奏曲、宗教音楽と並んで多数の協奏曲、室内楽、ディベルティメント、67曲の交響曲がある。1760年にはパリで6曲の交響曲が出版された。現在は、NAXOSレーベルから数種の CD が出されている。協奏曲は、バドリー番号で明示されることが多い。ウィキペディア英語版に、交響曲、協奏曲の一覧が出ている。以下、主にウィキペディアドイツ語版及び、ウィキペディア英語版による。ロバート・アイトナー、バイグラフィスチ、ビブリアグラフィスチャスクベラン、レキシーコンデアムージーカーウンとムージークガレトン、ウィキペディア読語版による。ここでは、交響曲は、Kimball番号で示されている。演奏例演奏例演奏例以上3曲の、協奏曲の演奏例演奏例演奏例、演奏例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 。ありがとうございます。